休みの日においでいただきましてありがとうございます。今からその後私もちょっとご挨拶するんですけども、今日一緒にですね、一緒にというか中心に、急遽ですけどお願いをしました、ジャーナリストの釈迦さんです。どうもありがとうございます。じゃあ釈迦さんよろしくお願いします。何でも任せちゃうというのが一番良くないんだけど。任命されたので、どこからスタートしたらいいかわからないですが、とりあえず今日は一応協議会の会長の水島さんが、全部こう主役としてやってくださって、私はあくまでもサポートで、じゃあこれ、まずね、はい、聖書からいきましょうか、ね、はい、じゃあ、これはですね、まず2つございます、台湾の台湾緑というね、はい、こういうもの、これと、牛乳の、はい、日本と台湾の国家を斉唱しようということですね。そうですね、はい、今台湾のイベントを日本でやるときは一応中華民国の国家としてその国民党の党歌を流れてますけど、私たちの活動だったら絶対この台湾水星っていう名前の歌、私たち将来台湾が国になったらこれを国家にできるように皆さんこう心に思っている歌ですので、ぜひ皆さん聴いてください、はい、ではまず、日本の国家決めよう、はい、そして台湾水星、台湾水星で、はい、すみません、皆さん
はい、ありがとうございました。着席ください。